さんこんにちは、ビーレジェンドの辻本です。ビーレジェンドのダンです。そしてビーレジェンドのコラコラシです。お願いします。じゃあレンジャーということで、はい、ビーレジェンドレンジャービーレジェンドイエロー、ビーレジェンドオレンジ、ビーレジェンドボルド、ボルド一番かっこいい、ボルド一番かっこいい。なんでレッドとかブルーとかそういう色あるでしょ、ボルドって。ボルドは渋いですね。だからあれかな、元レッドやったけど、はい、OB みたいな。そうですね、ちょっと色がくすんできて、はい、ボルドになってるみたいな。年齢も見守ってくれるタイプのレッドね。じゃあ僕らまだ若者って感じですね。にしてもちょっと色かぶってるけどねイエローとオレンジの感じがね、柑橘系の感じがね。ということでですね、コアラさんに来ていただきまして、今日はなんとコアラさんを丸裸にしようという形でですね。別に言ってくれたらいつでも言いますけど、まあ、違いますからね、はい、後でいろいろこう視聴者さんからのご質問はいただいてるんですけれども、まずちょっと私たちも聞きたいなって思うこともありますので、まあ、今回ですね、それも代表してちょっと深掘りさせていただければなと思いますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあ、普段ですね、やっぱり競技者としてやられてると思いますので、まあ、そういったところのトレーニング事情っていうところと、はい、それに合わせてまあ食事事情ですね、はい、はい、っていうところと、まあ、今後の、ね、目標みたいなところも聞けたらなと思いますので、はい、お願いしたいと思います。わかりました、はい、ちょっと早速ちょっと順番に質問していきたいなと思うんですけれども、まず一つ目が、トレーニングは分割されてますか？はい、あ、もちろんです。はい、分割されてます。そのちょっと具体的にどういう分割をされてるか、はいはい、お伺いしていいでしょうか？まずは胸の日、これは胸しかありません。で、背中の日で、腕肩の日が多いですかね。腕と肩一緒にやっちゃう、うん、か、もしくはまあ腕と肩分けてる時もあります。で、足は四頭筋の日とハムの日と分けてますね。パターンを分かれちゃうと6分割ぐらいになるんですけど、はい、でも要はその肩しかやらない日ってちょっと半分オフなんですよね。だから時間もあんまなかったりとか、ちょっとしんどいけど申し訳程度にやっとくかっていう時に肩だけやったりとかっていうようなやり方で、肩を1日にしたりとか、だからやってるとはいえちょっとオフの感じでやってるみたいな、そんな感じですかね。一応そういうパーツとしては6つに分かれてるんですよ。胸、背中、腕、肩、四頭、ハム、6つに分かれてるんですけど、これを適当に組み合わせて1日2V やったりもします。ややこしいでしょ。決めてないんですよ全然。柔軟性があっていいですね。もう柔軟性しかない、ふにゃふにゃですね全く決めてないです。だから気分によっては、じゃあ今日は胸と背中やっちゃおうかっていう日もあるし、はいはいはい、あるし、肩と足の日もあるし、胸とか腕と背中組み合わせるときは、胸やるんやったら3頭使っちゃうから2頭やろうかなと、はいはい、胸2頭の日があったり、背中3頭の日があったりとかっていうような、いろいろ組み合わせてすごく適当にやってます。それは1回のトレーニング時間に両方やっちゃう感じですか？2分割にして1日ダブルやるみたいな感じですか？でも僕1日のトレーニングの時間も全然バラバラなんですよ。でほんまに30分で終わるときもあれば、はい、まあ、2時間ぐらいしっかりやるときもあるし、毎日絶対この時間にトレーニングするっていうのを決めてないもんやから、なんかもうその日の空いてる時間が例えば1時間しかなかったら、1時間でできることをその時やりたい部位を詰め込む。1時間やったら大体1部位、まあ、プラス腹筋だけ入れてみたりとか、プラスカーフだけ入れてみたりとか、あと腹筋とかカーフも一応なんかどっかに差し込みますね。だからね、あー、なるほど。で、唯一トレーニングしてないのは僧帽筋ですね。あ、僧帽筋上部、チューブカバーは言うて引っ張る種目で使ってると思うんですけど、はい、僧帽筋の上部だけはほぼやらないですね。もう昔はやってたんですけどね、はいはい、もう今やってないです。やらない理由ってあるんですか？なんか別にそんなになんかそっちに回さんでいいからみたいな。ああ、なるほど。別になくていいとは思ってないですよ。もっとあれあっただけどこでもいいんですけど、なんか主役とかやってる暇あったらちょっとカーフやっとこうかなみたいな、腹筋の方が大事やなみたいなんで、なんか一番だから優先度の低いやつが僧帽筋上部ですね、はいはい、なるほどこれ割と知られてないですよね。知られてない。どんな感じで分割してるのかとか。分割はね、ぐちゃぐちゃですわ影響された何かってあるんですか？トレーニングの組み方とか。ないんですか？あんまりその憧れの選手とか、なんかそういう憧れ方は特にしなくて、はいはい、まあ、もちろんそのあの人めっちゃかっこいいなとか、うわ、あの選手のあの部位めっちゃええなとかはいっぱいあるんですけど、じゃあその憧れの選手と同じことをしようとは全然思わなくて、
その人と同じことをしたから自分にとっていい結果が来るかって言ったらまたそれは違うやろうと思うんで、完全にじゃあ真似してみようとかってあんましないです。でも真似してみることはめっちゃ得るものはあると思うんですよね。やっぱり自分の発想とは違うことを取り入れてみるっていうのは、まあ、試してみるっていう意味ではまあいいと思うんですけど、じゃあちょっと長期間しっかり真似てみようかとかっていうのはないですね。あんまり人に興味ないんですよ多分。その方がいいですよね。なんか比較しすぎてストレスになってる人とかいるじゃないですか、この業界って。そうですね。ボディメイクをする上でそこの比較がせずもう自分のペースでできるのって一番いいですよね。だからそれをもしかしたらこう知らず知らずのうちに重要視してしまってるのかもしれないです。もうあの比べることに疲れたのかもしれないです。過去は比べたりしてたんですか？やっぱそこは誰もが通りますよね。あ、そうですね、絶対ね。でも比べても仕方ないなってどっかでちょっと気づくじゃないですか。でそこでちゃんとこうよしじゃあ比べないでおこうってある程度その思いを強く持てるかどうかっていうのは、うん、結構ねいろんな差が出ると思うんですよね。あ、確かに確かに。次なる質問。次なる質問ですね、はい。フィジークにも出られてるじゃないですか、はい、ボディービルにも出られたっていうところで、はい、で先部位の分割を聞いてるとハムと首都を分けてるんで、はい、またボディービルとかにも出るっていうのを考えてるのかなっていうふうにも感じたんですけど、そのあたりはどっちをベースにトレーニングを組んだりしてるんですか？イメージ的にはどっちも別にベースではなくて、うん、なるほど。別にもしこのようにボディービルというものがなかったとしても全身僕は鍛えたいです。あ、なるほど。シンプルに全身でかい筋肉っていうのがかっこいいし美しいと僕は思うんで、はいはい、全身やるんですけど、ただじゃあボディービルかフィジークかっていう競技どっちが僕の中で占めてるウエイトがでかいかって言うとやっぱボディービルですね。あ、なるほど。ボディービルが最初好きやったんでボディービルに対する憧れとか、まあ、強い強い思いっていうのはやっぱりありますね。まあ、そのボディービルやっていく上で体的にフィジークの方が結果が出やすい可能性が高いというところでフィジークもそれはそれでやっとこうと。フィジークはフィジークでもちろん好きですし、はいはい、両方好きなんですけどね。まあボディービルの方がちょっと強いね。強いね、感じですね。なるほど。難しい話だと思うんですけど、はい、限界があるじゃないですか。はい、あ、筋肥大って、はい、人それぞれでかければでかい体になりたいってことですか？あ、そうですね。あの、うん、ナチュラルでなれるのであれば一番でかくていいです。でもそれはナチュラルでっていうところがつきますね。あ、はいはい、そこはやっぱ強めのこだわりがありますから、うん、まあ、人間の限界ってどんなに才能があろうがどんなに努力があろうが、やっぱナチュラルの限界っていうのはぼんやり見えるとは思うんですよね、はい、でさらにこんだけ長年生きてきたら自分がどれだけ努力できる人間かとかどれだけ節制してどれだけ打ち込めるかっていうのもなんとなく知ってるじゃないですか、自分のこととして。それを加味した上で自分の限界ってちょっと見えるんですよ、うん、これを限界と思っちゃダメなのは分かってるんですよ。自分で決めた限界っていうのは超えてやろうって思うために決めるものなんで、ただある程度見えるんですよね。なんとなく分かりません？じゃあ30歳40歳50歳になった時にだいたいこれぐらいまでが限界かなと、うまくいったらこれぐらいまででかくなりそうやけど、まあ現実問題これぐらいかなってちょっと想像つくじゃないですか。まあそこはやっぱ自分の中にもあって、だからやっぱり理想にはならない、絶対に理想には絶対追いつかないですけど、でもまあ慣れる限りはでかくなりたいなと。あ、本当にボディメイクが好きなんですね。好きっすね。やっぱ面白いですもんね、ボディメイクね。それこそトレーニングをされるきっかけみたいなとか、トレーニングされて何年ぐらいなんですか？なんだかんだ10年ぐらいやってるんですけど、きっかけはそれこそボディービルダーフィジークだっていうことではなくて、体を動かして体力を消耗しないと寝れないぐらい不安な夜を過ごしてた時期があったんですよ。お笑いをやりに東京に来たんですけど、そのタイミングでお笑いは全くうまいこといかへんし、人間関係も全部ゼロから一からも全部作り直しで、なんかそういうストレスもあって、でバイト仕様にもなんかうまいことバイトも入られへんし金もなくなるし、ちょっと待ってこれどうするみたいなところですげえ不安になって、本当にもう夜寝れなくなってきたんですよ。でその時にどうにもならんなと思って一回走りに出て、走って疲れたらまあバタッと寝れたんで、あ、これはいいんじゃなかろうかというところで、まあじゃ あの走る途中に公園あるから筋トレもついでにしてっていうところで筋トレにしっかりやりだしたって感じはありましたね。なるほどですね。そういうきっかけと、ね、現実逃避ですね。一番グッとのめり込んだ理由は。なるほど。最初めっちゃ現実逃避のために筋トレやりだして、でそれがちょっとこう腹筋が割れ出して、当時特に本当に食べる金もなかったしえげつない小食だったんで、まあ割となんか絞ってるわけじゃないけど絞れてたんです、痩せてたんです。だからまあ腹筋もなんか割れてきたりとかして、
で腹筋割れてるっていうことで一回なんかね、なんかのタイミングでね、なんかその芸人の先輩がいじってくれて、ちょっとそれがわっと面白い感じになった瞬間があって、それがすごいなんかこう嬉しくて、うわ、笑いはできひんけど体だって鍛えれるぞと、笑いは分からんけど筋肉鍛えてたらもしかしたら誰かうまいことなんかやってくれるかもしれないみたいな、そういうちょっと他力本願もありつつ、そういうなんかその、うん、あの実益があったんですよね。筋トレすることで筋肉がつくだけじゃなくて、筋肉がつくことでもしかしたらお笑いがうまい方に転ぶかもしれない、お笑いに役に立つかもしれないっていう実益があったもんで、ちょっと筋トレに打ち込めたっていうのもありました、ね、なるほど。いや、ほんまにこういう体になりたいからっていうスタートじゃないってことですよね。じゃないです、じゃないです。だからそれこそ一番最初は足トレしなかったんですよ。足太くなるの嫌やったんで。はいはいはい。僕そもそも細い体の方がかっこいいと思ってましたから。あ、そうなんですか。そうです、そうです。もうあのパンクロッカーみたいな、はい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 、もう細長いひょろ長い感じのレディースのスキニーデニムが入るぐらい、もう革ジャンも細いやつ着たかったし、とにかく細長いひょろ長いやつがかっこいいと思ってたんで、はいはいはい、太くなりたくなかったですよね、最初はね。もう今なんかめちゃめちゃ太い足して、太く、腕も太くなってますもんね。太くなりたいしかないですもんね、今は。実際この10年だったら、ダン君ぐらいでトレーニングを始めたぐらいですよ、38でしたっけ。そうですね、だから20中頃ぐらいでトレーニングを始め出してって感じ。体のこうスペックってどんぐらい変わられたんですか。細かい数字忘れましたけど、65キロなかったんですよ、通常時に。だから63キロぐらいとかで、普通の状態が、はい、ちょうど今83で20キロぐらい違うんですよ。まあ、今、まあ、脂肪乗ってますけど、それでもバキバキに絞って75キロとかなんで、15キロ以上多分増えてるんじゃないかなって感じです、筋肉量で言うと。僕ビフォー同じぐらいなんですよ。僕も61とかやったんで。ああ、じゃあもうだいぶ、もともとビッカリやったんですけど、今で仕上げた時が66とかなんですよ。めっちゃ大きくなってると思います。だから僕はちょっと5年ぐらいでさらに大きくなれるんですかね。なれるでしょう。まだまだなれるでしょうよ。ちょっとなんか希望が見えてきた感じが、うんうん、元の体重って割と重い人が多いじゃないですか、競技やってる人って、はい、それを聞いてるんで、あ、もう俺はもうここから重くならへんねんなと思いながらやってたんですけど、うん、今の聞いて、あと5年でもしかすると俺も仕上がり体重70前半乗れるんじゃないかっていう。いや、あるでしょ全然。しかももう環境としては最高じゃないですか。サプリなんてうまいことちょろちょろってちょろまかして飲み放題でしょ。もうね、あのジムもあるし、めちゃくちゃいいじゃないですか。ちょっとそのメンタル面でね、一個聞きたかったことがあって、でもご職業柄、はいはい、常にこうポジティブなイメージがどうしてもあったんですよ、今のお話は聞くまでは。あ、はいはい、モチベーションをどうやって維持されてるのかなとか、なんかそういうのを僕はちょっと個人的に質問は用意してたんですけど、はい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 、僕はこうメンタルの部分で浮き沈みって結構あって、全然ずっとポジティブでもなければ、どちらかというともうネクラですし、元々は、うん、で今もやっぱりあんまり人と積極的にこう会ったりとかっていうこともしないですし、友達と約束するのもこれ当日になって嫌になる可能性あるなとか思いながら、面倒くさくなりたいなとか、あんまりだからそんなにポジティブで明るくてっていうタイプでは僕は全然ないです。そう、どっちかというとネガティブだし、モチベーションがすごい低い時期とかもいっぱいあるし、ずっとなんか理由も分からず落ち込んでる時もあるしって感じで、じゃあモチベーションどうやって保つかっていうと、別に保たんでええやんと思ってます。もう諦めてます。これはもう自分の性格的なものもあると思うんで、もうある程度のところで諦めんと、やっぱり自分を責めても仕方がないなと思うんで、やる気ないときはやる気ないって仕方ないよと、じゃあ別にやんなくていいじゃんでいいんすよ。でも筋トレってそもそも趣味で好きでやってるもんやから、いつかまたしたくなるときは自然と来るんですよね、僕の場合はね。だからまあ別にしんどいときは無理せずやりませんし、平気で2、3ヶ月まともな筋トレしてませんっていうときもありましたし、だからあんまり気にしない、無理しないっていう風にしないとちょっと僕はしんどいんで、ゆるゆるでやってます。いや、そうなんですね、はい、言いましたね、ある選手には言われましたよ、コラさんって結構ムラありますよねつって、そのムラがなくてちゃんとずっと継続しやってたらもっと良かったかもしれないですねって言われたこともありましたね。でも自分でもそう思うんですけど、でもまあ仕方ないなってここは思うところでもあります、うん、だってめちゃくちゃ好きで人生かけてでもやってるって言っても過言ではないぐらい筋トレに打ち込んでるのに、その筋トレすらもしんどくてやれない時ってあるんですよ、はい、そりゃもう無理してもダメでしょ。そういう時はもうあの何もせんとゲームしたり漫画読んだりしてますね、うん、でもじゃあ何でもかんでも毎回毎回やらないやらないでしたら、やっぱりさすがに頻度がなくなっていくんで、うん、しんどいけどちょっといけるかなって思ったら、まあ、ジムまで行ってみるとか、
で行きゃちょっとやる気が出るとかっていうのもやっぱりあるんで、そこはどれぐらい甘やかすかっていうと、そんなベタベタには甘やかしてないです、うん、自分を、はいはいはい、しんどいけどやろうって言って行く時もいっぱいあるし、でもそれもできなくなる時もあって、それは受け入れようっていう、そういう諦めですね。だから あんまりダンクと一緒にしてもらう軽い気持ちで 今聞いててちょっと、あ、俺ちょっと待って違ったな、ちょっとそういう軽い軽い気持ちで1日2日休むとかじゃないんでそんなんで休む時もありますし、はい、よし筋トレしようかっつって、よしやるぞっつって、もう全部セットしてアップして、よしやろうっていう時に飲みに行こうぜって言われて飲みに行くとそのまま行きますから本当にアップだけして飲みに行くこととかありますから、すごい、いやっつって飲みに行ったりする、その切り替えできるのはすごいですね。まあいやっつってあんまり良くないんですけど、まあでもやっちゃう時もありますし、はいはい、強いこだわり、まあ、あまり持たないようにしてますね。それこそ減量してる時っていうのはもうここまでにこれをしないとダメっていうあれができるわけじゃないですか。はいはいはい、はい、この時のメンタルの調整とかどうしてるんですか。その時もこれぐらいの感じでやってるんですよ、はいはいはい、減量の時もまあまあ今日はいいかとか、でもまあやる時はやっておこうとかっていう、まあ、一応自分の中ではミリハリつけてやってるつもりやったんですけど、ただまあ去年はミスりましたね。過去一でミスったんじゃないかっていうぐらいミスって、去年はまあ東京選手権とオールジャパンと2つ出たんですけど、はい、東京選手権1個目の戦いの時まあ絞れなくて、もう甘々で出ることになって、そっからなんとかオールジャパンに向けてちゃんと絞って、オールジャパンはまあちゃんと絞れましたね。はいはいはい。でもまあ減量としてはすごく良くなかったですね。やっぱりやることはやらなあかんねんなってすごく反省しました、うん、でちょっと無理にやっぱりカロリーも削りすぎたりとかっていうのもあったし、その後半ね、もうどうしようもなくなって、東京選手権ラスト1ヶ月これこんなみっともない体で出られへんと思って、焦って焦って、なるべく食べないとやっぱり減量って落ちなくなるんで、はい、食べなきゃ食べなきゃと思いながらも全然絞れてない自分の体見ると食べれなくて、僕カロリー計算してないんで何キロカロリー取ってたか分かんないんですけど、多分ね結構落としすぎてたと思うんですよ。そのせいか分かんないですけど、うん、すげえ抜け毛がひどい時期ありましたもん。完全なストレスじゃないですか。多分だからストレスと、あとシンプルに栄養不足っていうのがあったんじゃないかなと思って、減量を急加速させた3ヶ月後ぐらいから異常に髪の毛が抜けて大変でしたね。いやでもそれであのサイズが残るんですねまあだからあれね、見た目的には割とねいい感じに残ってるように見えたかもしれないですけど、やっぱ僕の中ではちょっと減ったなというか、まあ2年前出たボディービルの時の方がやっぱしっかり絞れた感じがありましたね。でそれでこそ